なあ、アリス。食事なら王都に着くまで我慢してください。なんで俺の言おうとしたことが分かったんだ。そんなものは大方見当がつきます。ま、キリトといえばクイージだもんね。でも確かにちょっとお腹が空いてきました。ねえ、オートまであとどれぐらいあるの？確かあと半日ぐらいだよね。半日？さすがに私たちも持たないかも。どこか近くで買い物をしない？それは不可能です。なんでだよ。わかりませんか。まさか資金不足？そうです。調査資金を預かってきましたが、意外と旅が長期になったことにより資金が完全につきました。そんなのありかよ。でもちょっとしたものならお金を出し合えば買えるかも。そうそう、私も手持ちならちょっとはあるし。金銭の貸し借りは進めません。それよりも早く王都に戻りましょう。空腹ぐらいどうということはない。いや、ダメだ。キリト君、腹が減っては戦ができぬって言うだろ。メディナ、一緒に食材探しに行こうぜ。待て、なぜ私なんだ？メディナは一人旅してたんだよな。だったら食べ物の調達に関しては優れてるはずだろ。それから俺も結構狩りには自信あるからさ。そんなことをしている場合では。いいだろう、アリス、すぐ調達して戻ってくるからさ。わかりました。それでは私たちはこの周辺で待機しています。よし、決まりだな。行こうぜメディナ。まったく、お前というやつは。余計な世話だ。あ、お前、私のことを心配してわざわざ私と共に別行動を取ろうとしたのだろう。そういうんじゃないって、単純に腹減ったからだよ。けどメディナからもし何か話したいことがあるなら何でも聞くぜ。ムカつく。またムカつかれちゃったな。アリス様はあれから何か私についておっしゃっておられたか？いや、特に何も聞いてないよ。そうか。こんなこと言うのもなんなんだけどさ、二人ともあれからかなり気まずそうだよな。ちゃんと話をした方がいいんじゃないか？分かっている、分かってはいるが、アリス様に何を言えばいいかも分からないし、言葉が喉元まで出かけては詰まってしまうんだ。それに私は間違ったことをしたとは思っていない。だから謝ることはできない。なるほど。お前は私が悪いと思っているのか？いや、そうは思ってないよ。いい悪いで片付けられるようなことじゃないしな。まあ焦らなくったってまたちゃんと話ができるよ。そうだろうか。ああ。おい、そこの者たち。ま、俺たちのことか。貴様、敬語も使わず無礼であろう。ああ、このおっさん貴族なのか。ぶしつけな態度を取り申し訳ありません。しかしお言葉ですが、貴様ら、私の美しく高貴なマルルを見なかったか？マルル？美しく高貴ってことは奥さんか娘さんのお名前ですか？妻でも娘でもない猫だ。猫？つまり飼い猫を探しているんですか？マルルは誰よりも美しく高貴な猫なのだ。西帝国産の絹のような毛並み、鈴の鳴るような可愛らしい鳴き声。あ、もしや品の悪い平民にさらわれ、今頃見せ物にされているかもしれん。マルル、私のマルルが。ダメだ、
話が通じない。ともかく落ち着いてください。その猫の特徴は？マルルは白亜の彫刻のような毛に覆われた体に金色の目、愛らしい桃色の肉球を持っている。いや、猫の肉球って大体みんな桃色なんじゃないですか。そして世界に一つしかない宝石のはまった首輪をつけている。ああ、それは特徴になりますね。どのあたりでいなくなったんですか？資料地の視察中、少し目を離した隙に姿が見えなくなってしまったのだ。こんなことになると知っていれば、視察にマルルを帯同させることはなかったものを。私たちでよければ捜索に協力いたします。メディナ？ほう、自ら申し出るとは。貴殿らは何者だ？私たちは氷協会の対策本部に所属し、魔獣討伐活動を行っています。こちらはキリト、そして私はメディナ・オルティナノスです。オルティナノスだと？おい、オルティナノス家は欠陥品の一族。そんなものに私のマルルを探し当てられるはずはない。もしも貴様のようなものがマルルを見つけられれば、いいねで謝礼を出してやろう。所詮無理に決まっているがな。今のお言葉しかと受け止めました。それでは貴殿の愛病を捜索させていただきます。な、何？猫のことに関してはメディナに任せれば間違いないですよ。必ず俺たちで見つけてみせます。ふん、ほざけ。オルティナノスなどには見つけられるものか？それは探してみないことには分かりません。ちなみにあなたのお名前を伺ってもよろしいですか？私たちは名乗りましたので。生意気な小娘が。まあ良いだろう。私はダイモン・アルティミアス、愛病会の主催を務めておる。愛病会主催だと？え、メディナ、あ、その愛なんとかについて知ってるのか？愛病会は北帝国の猫好き貴族で結成された古き伝統を保つ議会の名前だ。いや、すごく真面目に言ってるけど、何なんだよその変な会。うん、恐れをおののくのも無理はないな。いかにも私こそが愛病会主催、そして猫を最も愛する猫杓子の称号を持つものだ。猫杓子って、もうどこから突っ込んでいいのかわからなくなってきた。それではせいぜい探し尽くせ。オルティナノスの小娘と平民の小僧、そしてこれを持っていけ。ね、何ですかこの桶？中で魚が泳いでますけど。マルルは背脂がたっぷりと乗った青鱗魚が好きなのだ。もし見つけた時はこれを与えよう。今頃腹を空かせているであろうからな。青鱗魚だと？ちょっと。おほう、驚いたか。青鱗魚は平民やオルティナノスケに買える値段ではない高級魚だからの。私がどれだけマルルを大切にしているかよく分かったであろう。では急ぎ探せ。私の別荘はこの近くにある。見つけ出したら必ずや訪ねてこい。よいな、マルル、マルル。人に頼んでおいてどんだけ上からなんだ。ともかく猫を探し出せば食料を買うための資金を手に入れられる。さあ行こう。もしかしてメディナは最初からそれが狙いだったのか？いや、猫が心配だった。そしてあのムカつくやつから食料資金を回収できるなら一石二鳥だろ。なるほどな。確かに嫌なやつだったよな。とはいえ猫に罪はない。早く探して。それから、ん？いや、後で話す。にしてもこの魚は何なんだ？この青鱗魚は匂いがきついし、猫にとっては中毒性のある魚なんだ。つまり魚の生息地があればそこに移動してでも食べたがってしまう。なるほど、
それじゃあ精霊魚の生息地の近くを探せばいいってことか。ああ、そうなるな。そしてそこから近い猫が行きそうな場所を探すしかないだろう。わかった、一緒に行こう。精霊魚の生息地帯がここにあるってことは、猫がいるとすればこの辺りか。ああ、今の猫の鳴き声だ。向こうから聞こえた。でもとてもじゃないけど鈴の鳴るような声とは言い難い感じだったぞ。私もそう思うが、行ってみるしかないだろう。まさかこの太った猫が。体毛が白い、そして宝石のはまった首輪をしている。間違いない、マルルーだ。なんか想像してたのと違う。どうやらこの体型のせいではまって出られなくなってしまったようだな。よし、ふっ。ニャー、ダメだ、私の力ではどうにも抜けない。俺が仮にやってみるよ。ちょっとどいてくれるか。ああ、頼む。よし、それじゃ。いって、何すんだ、めちゃくちゃ引っかかれたぞ。どうやら人見知りが激しいようだ。メディナは平気だったのに、なんで。仕方がない、私がこの子の腕を掴んで引っ張る。キリトは後ろから私の体を支えつつ引っ張ってくれ。わかった、綱引きの要領だな。なんだ綱引きとは。いや、こっちの話。よし、では私の後ろに並んでくれ。了解、それじゃメディナの体を支えるぞ。どうした。急にお前が腹を触ったりするからだ。悪い、でも支えろってメディナに言われたから。仕方がない、それではマルルを引っ張るぞ。キリトも私の体を後ろに全力で引っ張ってくれ。ああ、では行くぞ。お疲れ様メディナ。キリトこそお疲れ様。なんだろう、食欲とかが吹っ飛んで今はただひたすらゆっくり眠りたい。同意見だが、せっかくマルルーを見つけたんだ。猫杓子の元へ届けに行こう。そうだな、二人で協力してこいつを持って。おい、ダメだろ。ダメだ、メディナにはすごく懐いてるのに俺には全然触らせてくれない。仕方ない、思いが、私が休み休みこの子を運ぶとするか。風素で浮かせるとか無理なのか。新勢力が足りなくなって落下したらまずいだろ。普通の猫なら高いところから降りても平気だが、この子の体型からして着地に成功すると思えない。くそ、なんて猫なんだ。不安がることはないよ、飼い主さんのところにもうすぐ帰れるからね。本当に懐いてるな、さすがメディナというか、なんというか。じゃあせめて俺はメディナの剣とか荷物を持って移動するよ。そうだな、では頼む。よし、思いが、行くぞ。おお、よし、別荘はこの辺りなんだよな。重い、もう限界だ。だよな、メディナはここにいて猫を見ててくれ。俺が猫男爵呼んでくるからここで引き渡してそのまま連れ帰ってもらおうぜ。猫男爵とはなんだ。
猫杓子だぞ。いや、どっちでも似たようなもん。お前たち、そして私のマルル。無事でよかった。おお、よしよし。やはりこの子がマルルーだったのですね。いかにもそうだ。私の言葉通り美しく高貴な猫であっただろう。まさか欠陥品のオルジナノスごときに見つけられるとは思っていなかったがな。おい、見つけたメディナに向かってそんな口の利き方。アルティミアス殿、あなたにどうしてもお伝えしたいことがあります。一体なんだ。一族の悪口を言うなとでも。いいえ、違います。あなたの愛するマルルーについてのことです。ほう、この美しい容姿を褒めたたえるつもりか。あなたはこの子に聖林魚を常に与えている。そうですね。貴様、頭が悪いのか。聖林魚はマルルーの大好物と言ったであろう。好物を与えずして何が飼い主だ。常に猫が求めるものを与えられてこそ優れた飼い主と言えよ。聖林魚は油分が多く、猫に余計な脂肪を蓄えさせる魚です。何？しかもそれだけではなく中毒性がある。故に一度食べさせればこの魚ばかりを求めるようになってしまう。つまり本来の思考とは関係なく求めてしまうのです。故に好物だと勘違いをする飼い主は多くいる。そんなはずはない。マルルーは誠に聖林魚を求めていたのだ。この子は今回聖林魚によって蓄えられた脂肪のせいで狭い場所にはまり抜けられなくなってしまった。私たちが発見しなければどうなっていたことか想像できますか。餓死、もしくは外敵に襲われていたかもしれません。ふん、そうなる前にわしが見つけておったわい。では過去ではなく未来の話をしましょう。余計な脂肪を蓄えた猫がどうなるかあなたはご存知ですか。何を言っている。猫にとって脂肪の蓄積、つまり肥満は万病の元となります。近い将来この子は大病にかかってしまうかもしれない。この子のためを思うならばすぐに聖林魚を食べさせるのをやめてください。でたらめなことを、バカを言うな。私がそんな振る舞いを愛病に対してするわけがないだろう。私はマルルを深く愛している。好きなものを食べさせてやることの何が悪いのだ。あなたは愛情というものを履き違えている。なんだと。愛情をかけているつもりか知らないが、猫を太らせるのは本当に猫を愛している人間のすることではありません。これは愛情ではなく虐待です。なんだと。オルチナノスケの小娘が生意気を言うな。この欠陥品が。マルル、どうした。マルルが猫杓子の腕から降りてメディナのところへ。なぜ私以外の誰にも懐かなかったマルルがオルティナノスケの小娘にすり寄るのだ。言ったろ、猫に関してはメディナに任せれば間違いないって。あなたが飼い主として何を信条としていようと一向に構わない。だがこの子の命を脅かすことは許さない。そんなものに猫杓子を名乗る資格などない。そんな。にゃあマルル、よく言ったなメディナ。でも貴族が逆上してきたりすればまずいな。すまなかった。アルティミアス殿。私は4年前に妻とマナ娘を亡くした。それ以来このマルルのみが私の孤独を埋めてくれたのだ。故に私もマルルに好かれたい、愛されたいと思い、私が注げうる全ての愛情を注いできた。だが
行き過ぎた愛情は盲目なものとなる。だからこそ私は自分の思い込みに気づけず、聖林業を与え続けてしまったのだ。思い込みとは良くないものだ。私は危うく愛するマルルを死なせてしまうところだった。なんだ、意外と話のわかるやつじゃないか。これからはマルルに聖林業を食べさせることはしない。飼い主としてきちんと健康に気を使う。マルル、どうか身勝手な愛情を注いでしまった私を許してくれ。ほら、ご主人様が待ってるよ、マルル。マルル、本当にすまなかった。なんと私は無知であったことか。聖林魚と猫の関係はあまり広く知られているわけではありません。先ほどは思わずあなたを追求してしまいましたが、どうかこれ以上ご自身を責めないでください。どうやら私はもう一つ大きな思い込みをしていたようだ。オルティナノスケのものは欠陥品だと決めつけていたことだ。それも良くない思い込み、いや大きな間違いであった。マルルを助けてくれたこと、礼を言うぞ、メディナ・オルティナノス殿。いえ、私は同じ猫好きとしてお力添えしただけです。詫びになるかどうかはわからないが、愛猫会の者たちには主催である私がオルティナノスケに関しては一目置いていると伝えよう。ありがとうございます。うん、もらった謝礼で食料は調達できたし、みんなのところに帰ろうぜ。ああ、そうだな。それにしてもメディナ、やっぱり猫に関してはすごいよ。あのデブ猫、あ、いやマルルを見つけられたわけだし、今回のことはメディナのおかげだ。ありがとな。いや、お前が一緒に引っ張ってくれなければ助けられなかったよ。けどこれで一石二鳥じゃなくて一石三鳥になったな。どうしてだ？あのおっさん、いや愛猫会の主催が口添えすることでオルティナノスケの印象が向上しそうだと思ってさ。ほら、一目置いていると伝えようって言ってただろ。あの人や数人の貴族が多少心変わりしたところでオルティナノスケの名誉が取り戻せるわけではない。そうかな。でもオルティナノスケが欠陥品だっていうのはただの思い込みだって分かったじゃないか。しかし、つまり思い込みであって事実なんかじゃない。だからこそあの貴族は考えを改めたんだろ。これからも人と信頼関係を築いていけば、その思い込みを変えていくことができるはずだ。信頼関係を築くことによって。あ、腹減った。早くみんなと合流して飯にしようぜ。ああ、そうだ、北帝国で私の行動を理解してもらえなかったのは、私がアリス様やキリトの信頼に足る強さを持たないからだ。そのためにすべきことはただ一つ。キリト、私は今以上に努力し、必ずやアリス様やお前からの信頼を勝ち取ってみせる。